RTA だ。これなんてゲームだっけ？オンリーアップ。ワールドレコード。いるなぁ。まあ、今日更新されてたらわからんけど、昨日アップロードされてる。How do you time the jump for the dragon? Just jump after you see yourself, or after you see the wing, like, bounce you up. You can actually jump, like, really late. Just make sure to keep slow-mo on. ちょっとなんかバニホみたいなのしてない？なんか今常にできるわけじゃないかもしれないけど、なんか今ジャンプおかしかったぞ。クリアしました。4時間台で。おし、この言い方いいな俺。ああ、まだミスあってもこんな感じなんだ。まず最適化されたら20分切りそうだな。My train station split is so trash. こんなところにベッドあるんだ。God, my transition. I could still be 3 seconds faster right now. Maybe 4 if it's perfect. Oh, come on, game.怒ってます。ここはやっぱ結構結局は走んなきゃいけない場所なんだな。マジでレースゲームみたいにインコース攻めてるわ。まあ結構長いから1秒2秒は変わりそうではあるが、確かに。あれだね、場所によってはいかにパルクールモーションを入れずにジャンプして渡るかは結構大事そうよね。やってて思ったけど、ジャンプするときはもうめちゃくちゃ遠い距離だったらパルクール入ってもワースムンの場所もあるし、ワースというかアドの場所もあるし、こういう場所だったらいかにパルクールモーション省略できるか大事そう。いや、ここの隙間ってなんねえのかよ。ガタガタってジャンプしてたわ毎回、隙間が空いてたら。この少年多分振動って言われてた。俺が使ってた、まあちょっとクラスで一番足が速いやつとはちょっと訳違うな。Dude, come on. パルクールモーションに切れてる。へえ。おお。
That was really bad, but hey, runs alive, I guess. え、初めて見たモーションなんだけど、何今の前転。そんなモーション見たことない。あー、コントロール2回がどうのって言われてたやつか。オルト F4 だと思って使わなかったんだよな。スタートして2時間ぐらい経って、コントロール2回のやつ使わないんですかって言われて、結構高いところまで登ってたから、そこでいきなり新要素のコントロール2回押すの怖すぎて押せなかった。バニホしとる。バニホしてる。え、これソースエンジン？ベッドで加速してる時だけできんのかな？多分。キャラクターのスピードが上がってる時だけできるっぽいね。え、何このルートは。俺の知らない場所来た。何これ、ドローン？何これ。I could have saved time there. こんなんだ。知らんかったわ。おお、さあ、前に飛ぶ推進力殺してんだから、オリングで推進力というか感性というか、ちょっとあんま分かんねえけど、前に飛ぶやつを消してるんだ。プロだな。プロやな。俺クリアしましたよ、4時間台で。そう、4時間台でね。へえ、トランポリンとかあったんだ、知らんかった。えー、すげえ。よかった。大体この手のゲームってさ、初見のクリア時間って、時折何年経ってもバトルになることがあるんだよね、やっぱ。すげえ。落ちる速度、早めてる。やっぱ、一番直近だと、ゼロストさんに赤炉、俺16時間とか、俺8時間とかだったんだけど、確かクリア俺20時間切ってるよって言ったら、嘘つき呼ばわりされた時が一番気持ちよかったですかね。なんかやってない？ローリングで落ちてない？すげえ。ドンピシャさんじゃん。What makes you fall through the dragon ring? the drag. Oh god, excuse me.
Sorry, I was drinking. It's... You just need to land on the right spot, Spicy. いや、これグリッチレスじゃないかな、わかんないけど。どうだろう。You know what's crazy is that we could be like 10 seconds faster here. マイナス17秒きた。エレベーターまではプラス4秒だったんだ。あ、プラス4秒じゃない、プラス 0.4 秒だったんだ。マジでクソ順調にいったら18分台とかでいけそうやんね、これね。ここに来るまでのミスの数考えると18分はちょっと言い過ぎでも、19分はもうあと1週間もしたら余裕で出てそう。この人骨の当たり判定でかっ。こいつはあばら信用してるな。俺とは違う。俺はあばら信用してないからな。へえ、こっちまで届くんだ。やっぱベッドってベッド固有で飛ぶ位置が決まってるんじゃなくて、自分がどういう角度で入るかで飛び方が変わるんやな。Played that part kind of safe.薬指メタきた。マイナス17秒、順調です。まさかこっちにベッドがあるってのか。巧妙に隠されてる。このタイミングで帰ってってる手初めて見たよ。気持ちいい。こういう時のなんか青軸っぽい音は映えるね。普段はうるせえけど。Damn it. Damn it. チークシュー。ガバ予想。God, I have so much time saved there. Fuck, that was awful. Damn it. 今多分パルクール消そうとしたけど、パルクールしちゃったな。ここのベッド、お前どこまで行けんだよ。なんか知らない調整来た。
うわ、カメラの視点変えると飛び方変わるんだ。え、多分そうだよね、今。一人称視点からさ、俯瞰視点に戻したらさ、感性で飛んでない？感性というか、その、パイーンって感じになってない？違うんかな？シップ来た。お、新しいメタ。イライラタイム。いや、逆じゃね？ RTA 勢でもこれどうしようもない部分はむしろありがたいんじゃないか。休憩もあるし、よし、次は何々と何々と何々、こういうルートで行って、みたいな。ドラゴンお祈り勢もいます。ってことはドラゴンは割と運ゲーなのか。運ゲーというか不安定なのか。早すぎて BGM バグってない？だから2つぐらいなんか音楽流れてんだけど。はーい。何？何何何？シャンパン爆発？これ最速だったら判定ないんだ。ドラゴンタイム来た。すごいみんなお祈りしてる。盛り上がりポイントなんだここ。視点かっこよすぎだろ。痛いけな少年が。おお。え？Why what？
翼で跳ねた後に反対の翼に跳ねられたのか。こいや違うな、普通に翼で、あーなるほど、わざとジャンプしたんか。ジャンプして翼にぶん殴られて、でマップ外の壁に叩きつけられて跳ねてる。あ、なるほど、合わせてジャンプしてんだ。ここでこの爪の跳ね上がりに合わせてジャンプして、しかも空中でローリング入れてる。コントロール2回押してカタカタって飛ぶ位置変えてる。忍者だ。かかっと、かかってやってます、二十って書いてある。ここもまだ続いてんだな。どこなんだ。Let's get it, baby. Let's do it. We're doing it. Oh yes, finally. ここまでなんだ。10 second world record. Oh yeah.すげえ。Oh, yeah. That feels good. Only... おい、めちゃくちゃ大手がやってるじゃねえか。と思ったけど違うわ。めちゃめちゃ大手が。Up world speed run. Okay. One minute. All right, here we go. アスモンゴールドってやつがスピードラン見てる動画だ、これ。Okay. Okay. Guys. Guys, what the? Guys, there's no way. Wait. What? What the fuck is he doing? What is he gonna talk to the gorilla? Nah, what? Yo, what the fuck? You tell me I could have beat this game in a minute? I spent like 2 days doing this. I didn't even beat it.That's it. It's over. He beat the game. New, wait, wait, no. New faster run. Wait, what? What the? What? Wait, what? New faster run. Wait, what? Wait, what? What? Somebody did it even... Jesus! That skip is banned? I mean, this guy doesn't give a fuck about the rules, man.Oh shit, he's gonna go right down to that gorilla again. It always comes right back to the gorilla. What is it about this gorilla that does it? Hey! これやばすぎる。
Damn, maybe I could do this speedrun. This one seems easy. Oh, he overshot it. 逆に飛びすぎて遅くなってる。Damn. こういうのもありますよと。いやこれね、結構簡単にできそうなバグシリーズね、マジで結構簡単にできないんだよな。あのね、俺もなんだっけな、赤狼かなんかで、あのなんかすっげー簡単そうにピョーンってジャンプしてぬるーって壁の中に入っていくやつやろうと思ったんだけど、ガチでむずい。